はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続きボナール野球部との試合中盤戦をお届けいたします。ピッチャーはジャイキリのカイトが翔平図初登板となります。さあね、もう野手での実力はたくさん見させてもらっているので、マウンドでどう躍動してくれるか注目です。さあ、そう言ってる間に追い込んで、これもまっすぐ、ナイスピッチ、先頭を三振に取ります。さあ、バッター、ここも追い込んで、トントン、これがファースト、フラフラと上がった打球、俊さんが土手キャッチですね。俊です。はい、さあ、ここでバッターにはゆうやさん。さあ、どうする、これ綺麗に打たれるがギリファール。いや、いい当たりでしたね。ちょっと危なかったですね。さあ、ここまでまっすぐオンリー、これがフラフラと上がった打球、ショート勝也がしっかりとキャッチ、初登板3人でしっかりと抑えます。ナイスピッチです。さあ、ピッチャーには引き続きマサさんが上がっています。バッターは勝也、先頭フォアボールで出塁となります。いや、ノーアウトでランナー出せたのはいいんじゃないかなと。はい、バッターは村山さん。先ほどね、ホームランだったんですけれども、ちょっと動画が残っていなかったので、その動画はボナールチャンネルさんの方を見てください。はい、ここで盗塁、カスヤが盗塁でチャンスを作ります。いや、本当にね、先ほど豪快なバッティングだったので、これも行ったか、バット投げをしたが、これがちょっと伸びず、いい当たりですけどちょっと伸びず、大飛球もレフトフライとなってしまいます。いや、当たってますね。でも、はい、ここで俊さん、これ打って不規則な回転、ショートゴロ取ってファーストも、これ昴生さんがちょっとポロッとしてしまい出塁となります。はい、チャンス、これターンに打って、あれあれ思いっきりこけたな、ターンに。そしてファーストはアウト、まさかのここで併殺を食らってしまいます。チャンス潰れてしまいました。はい、そして間を持して、この回からマウンドには翔平が上がります。いい流れを継続していきたいですね。そう、藤川さん、回答無失点で来てるので、そして殿下の宝刀、まあ、イーファスね、見てください。イーファスについては、過去の動画をご覧ください、概要欄から。はい、早速出ました、イーファス。本当止まるんじゃねえかな。あ、2球続けて、これキャッチャーも大変だな。村山さんよく止めてるな。さあ、2ボールとなって、ここで速い球、そうですね、イーファスってたとえストライク入らなくても緩急差になるんでね。いや、これは僕もちょっと勉強になりますよね。またもいいはず、これちょっと外れちゃうんですよね。いいところ決まってるんですけど。さあ、3-2とフルカウント、これが外れてしまいます。先頭を四球で歩かせてしまいました。これ実はなんですよ、実はなんですけど、翔平さんと村山さんノーサインでやってるんですよね。はい、これキルキルキルと、これがファールかな、ファールですね。ちょっとあれ転がされたらファーストセーフになっちゃうんじゃないかなと。はい、またもいいファース、これが決まった。いや、ナイスピッチです。はい、追い込んでスライダー、サードゴロ、しっかりと目で牽制してファースト、これ俊さんナイスカバーです。俊です。はい、いいですね。はい、ワンアウトとなって、おー、いいボール、アウトコース決まりました。はい、お次の球、いいファス来た、これですよ、これ、こうなりますよ。思いっきり振ってね、当たんないとこういう空振りになっちゃいますよね。さあ、追い込んで、またもいいファス、これがレフト線へ、ギリギリラインの内側、エンタイトルツーベースとなってしまいます。そう、運ばれちゃうとね、ちょっと厄介かなと思います。ここで1点を返されてしまいます。遅い球なんで、うまく合わせられちゃったらなっていうところがありますよね。はい、お次はイーファスをサードゴロ、ツーアウトとなります。ちょっとね、まあ、リードする方楽しいですけどね、イーファスって。僕はめちゃくちゃ肯定派です。初球スライダー、ここね、マサさんとの対戦久々ですね。前はちょくちょく対戦をしてました。はい、これイーファス、うまく溜められた、センター前に運ばれてしまう。そして2点目を献上してしまいます。これはマサさん、うまく溜
冷めましたね。突っ込まず綺麗なクリーンヒットとなりました。さあ2点目失ってしまいましたが、これもさあライトかセンターか、センターが前に出てきて打ち込みます。後続を抑えて大量失点はせず、2失点はまあしましたけどね。いいピッチングですね。はい、続くイニングもマサさん引き続き投げますね。そしてバッターにはヒロトが入ります。さあマサさん5イニング目どんなピッチング、おっと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 、なんだまさかのイーファス返しか。マサさんのこんなピッチング見たことないな俺。いや組んだこともあるんですよマサさんと。いや一切見たことなかったですこんな。そして外のストレート、あーまんまとまんまとまんまとやられておりますヒロト君。いやこれがねイーファスのうまい使い方ですよね。はい、そして藤川さんこれも引っ掛けてしまいサードゴロ。ただね、おーおおただねじゃねえわ。東星さんナイスキャッチですこれ。はい、回答。これも変化球をライト線へ運びます。ただ、円通にはならず、3ついけるか?ただ、これは2つでストップ。いや、ナイスバッティングですね。ベンチから走ると言われていますが、いや、ナイスバッティングです。さあ、チャンスで翔平。変化球、フォークかな?ちょっと落ちてるのかな、これ。さあ、お次のところ、これ、ピッチャー返しー。マサさん当てるも翔平ダッシュファーストセーフ、強烈ピッチャー返しで内野安打となります。えマサさんよく反応したな。はい、そして優作これサークでギリギリセーフ、ギリギリセーフです。セカンドにちょっと送球がずれてくれたおかげでかな。まあまあまあスタートも良かったですね。そしてフォアボールでこれも2人続けてフォアボール押し出し四球でこの回も得点を奪うことに成功しております。まあ、2点取られてね、まあ、1点でも返せたのは、でかいんじゃないかなと。そして2アウトながらもなおも満塁のチャンスとなり、今泉さんこれただ引っ掛けてしまい高生さんが処理して、はい3アウト、この回1点止まり。ただ依然攻撃の内容はいい感じなのでね、次の回も期待ですね。はい、この回も翔平がマウンドへ上がります。フルカウントでこれイーファースまたちょっと外れてしまい、この回も先頭をフォアボールで出してしまいます。イーファース、いや本当にコントロール難しいですよね。僕も遅い変化球投げたりしてるのですごいわかります。この回はい、お次はショート、この回からかな、この回からショート入った関根君がガッチリとキャッチしてワンアウトとなります。さあここもね、で仲良しと言ったらいいのかな、いつも喋ってるコンビ。はい、ここで鬼スラー炸裂、コセさん絶対まっすぐ待ってましたよね。はい、そしてゆうやさんここいきなりクイックプラスイーファスのちょっとですね、ちょっと外れてしまって、なおかつゆうやさんも手を出さないという、これは何持ってるのかな、まっすぐかな。続く球もイーファス、村山さんこれ素手で通り行っちゃってんじゃんもう。はい、2ボールとなってここで速い球やっぱ振ってきた、まっすぐとフルスイングのぶつかり合いです。ゆうやさんこれまっすぐ1本狙ってんのかな。さあお次の球何を投げるのか、これも速いまっすぐ、気合が入ってまっすぐシャウトしてますね、声出てますね。さあ追い込んでこれインコーススライダーかな、あわや当たるかといったところ。そしてここでランナーがディレードスイングなってピンチとなります。さあいいファス来た、これがストライクボールとなって、セカンドゴロ、カスヤしっかりとさばい、あ、まさかの悪送球。翔平転げてますね。いや、カスヤのこんなところ見たことないな。そして、ゆうやさんもサードへ。いや、これちょっとね、もったいない失点ではありますね。ただ、カスヤの確かに、あんまり見たことないんで。さあ、依然ピンチ。外いっぱい決まって、ストライク。ここ初球取れたのでかいですね。はい、そしてイーファス来た、これがフラフラッと上がった打球、クリッチちょっと遅れたがこれナイスキャッチ。まあこれ最初から打球判断すれば普通にナイスキャッチ、いや普通に取れてましたが、まあでもねナイスキャッチです。失点も与えるもこの回も大崩れはせずといったところです。はい、そしてまたまたマサさん投げてます、こうピッチャーライナー、関根君のピッチャーライナーを、これも超反応ですね。マサさん反射神経半端じゃないな。はい、そしてバッタークリッチ、
いやいいね、クリッチらしい、クリッチらしいスイングって言ったらいいのかな。これも流してアクタがただサードフライとなってしまいます。ちょっとね簡単にツーアウトとなってしまいます。さあミスを取り返せるか、カスヤぐしゃっと潰した打球、どん詰まり、根っこどん詰まりでレフト前へ運びます。これ木製だったら完璧にいってますよね。パワーすげえな。はい、そしてこれインコースで後続のカズとなっていますが、次回最新版をお届けいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。